はい、ということで実況パート8始めていきたいと思います。ジョッシュジョッシュ、恐怖におののいて、みんな俺の妹がたった1年前に味わった感情さ、二人は笑い飛ばすことができなかったけどな、そう信じまった、できなかったんだ。ジェスが死んだんだぞ。え？聞こえただろ、ジェシカは死んだ、お前にはツケを払ってもらうぞ。ジェスに何があったんだ？ジェスを殺した覚えがないんだ。ったく、そんな待った、8、真相、夜明けまで3時間っていうね、前回で仮面をかぶった男がマットだったっていうことが、あ、マットじゃねえ、うわー、なんか来た、これを使え、さあさっさと行くんだ、早く。え、マジいい人だったの、いい人なのこの人ですよね、どう考えても今いい人でしたね。で、なんか化け物みたいにいましたね今衝撃の展開。エミリー炭鉱、4時1分、深夜4時1分4時1分か、何や発煙筒。いや、ちょ、さっきの人に対するリアクションはさっきの人に対するリアクションは素直に受け取るのかよ。まあいいや、前回であの仮面をかぶった男が、女子だったっていうね、衝撃の事実が判明しましたよね。で、まあ、女子がいろいろと、まあ計画を企てたことであったり、まあ、ドクターヒルのことであったり、まあ、いろんなね、事実が判明した、回でしたね前回は。で、どうやらまあ殺人鬼は女子ではないみたいという感じでしたね。うん、あのジェシカちゃんとマットを殺したのは、女子ではないみたいですね。ビリー・ベイツ、ハッパハン、ノースウエスト鉱山、アルバータ、こんにちはビリー、楽しかったわ、カルガリーに来ることがあったら声をかけてね、ロレッタ、ビリー、ロレッタ、あ、まあ、ビリーは聞いたことあるけど、ロレッタって誰だ。でビリーって確かあの持ち主ですよね。うん、持ち主っていうか、あのワシントン家に復讐を抱いてるやつじゃなかったっけ、復讐心を、確か。いや、それにしてもさっきのあの謎の男と、あともう一人いた、なんか化け物みたいなやついましたけど、あれは何だったんだろう謎すぎますよね。な、火炎放射器で何、あいつを何殺そうとしてたのかな謎の男っていうのが非常に誰なのか、すげえ気になるところでありますね。これまさかゾンビとか出てこねえよなこれワンチャンゾンビ出てくるんちゃうかって気がしなくもない。こっちに行けばいいのかな。ブラックウッド炭鉱、この区画で落盤あり、連絡は H タナーに、詳細は地図の 7A3 に記載。ん？飛び降りる。え？いや、足痛いでしょ。足痛いでしょ。その高さから普通に飛び降りたけど、絶対足痛いやん、これ。2メートルくらいあるやん。2メートルくらいあるやん。まあいっか。まあこれもゲームあるあるですよね。高所から飛び降りても、何の痛がる仕草も見せないっていう。いや、この場所はこの場所で怖えな、それにしても。炭鉱。お、トーテムらしきものが落ちてる。トーテムかな？来たー、トーテム。久しぶりのトーテムですね。幸運のトーテム。幸運なのか、今。
全然幸運な感じじゃなかったけどな。で今映ってたのマイクですよね。マイク、いやどう見ても今幸運には見えなかったよですよね。まあいいか。もう不気味すぎんだろこの炭鉱いやほんとやべえ場所に別荘があったんですね、山荘が。まあ、バケモンみたいな声がするんだけど、不気味すぎでしょう。なんか光ってる。こっちの道に決めた。うわっ、嘘だろおい、嘘だろおい、あー危ねえ。ガチでバケモン、おマジバケモンやんけ。え SF？思った以上にガチでバケモンだった。左に行く、まあ、ガチでバケモンだったガチでバケモンだった。人間ではなかったっていうね。さあ左に行ったのが正解だったのか。ちなみにさっきのなんか四つんばいの敵もうVR のシューティングゲームの、アンティルドーンラッシュオブブラッドっていうシューティングゲームあるんですけど、それに出てきましたね間違いなくでしかもこの場面もあったわ、正直このエレベーターの場面ありましたわ、ラッシュオブブラッドにシューティングゲームの、まあ、気になる人はね見てみてください。なんか敵外戦みたいな視点はあれ化け物の視点だったんだですね。すげえなんかトリッキーなことをしている。ちょお前めちゃくちゃなんだ、分かってるやんエミリー。いやまさかガチでバケモンが出てくるとはな本当にマジモンのバケモンが出てくるとはね。急になんか SF ゲームってなってますよね。どうこれ、通信塔違うか。来んのかいな、来るんかいな。おいおい時間制限あんのかよ時間制限あるキューティーマジこれ。あっ、なになにまたのエフェクト更新早いよキューティー。何これ異常に早いんだけど、アスレティックすぎるでしょ。あー追突する、落ちたー、死んだでしょこれ。生きとるんかい、すげえめっちゃタフやんタフすぎでしょあの衝撃を、あの衝撃が。え、何暗くなったえ、これエミリーちゃん遭難するでしょこれな、え、なになに、え、なに、あ、まだ逃げてんの、お前逃げてる、え、まだ追ってきてんのすげえ逃げてんだ。おお逃げてきた。今度はなんだ、ある意味幸運やな。おお合流しましたね。怪物困惑する、心配する。てかさこの厚木ジェイソン、クリス君の顔が今で腫れてるっていうね、おでこがかわいそうだよなこれまあ いや困惑するでいいや。一体何のことだよ。だから外にいるって言ってるの。だから何が、落ち着いて全部
女子のいたずら。違う、話を聞いて。縛られてるし、もう手は出せない。私を狙ってたの、人間じゃない何かが。待って。困惑する、心配する、心配するにしよう。エミリー、マットは無事なの？どうしよう、壊れたケーブルカーを諦めて塔の上に登ったら、その塔が崩れて、すごく深いところにある超不気味な炭鉱の中に二人とも落ちちゃったのよ。ちょっと待って。それからはマットと二人で。マット、どうしよう、マットは死んでるかも。なんだって。どうやって。エミリー、何があったの？炭鉱の中を歩いていたら、暗闇の中で見つけたの、ベスの頭を。なんだって。ベスの頭を見つけたの。信じられない。おい、嘘だろ。ベスの頭を見つけた。グロいわ。きっとあそこに落ちたのよ。おい、嘘だろ。でもハンナは死ななかったみたいなの。え、落ちてすぐにはってことだけど。それってどういうこと？あ、やっぱすぐには死んなかったんや。わからない。きっとずっと出られなくて、数週間も飢えてたんだわ。二人のことを探しているときに気づかれもせず。ひどい。ひどすぎる。聞いて、その塔には無線機があって、誰かと連絡できたんだけど、その瞬間塔が崩れたの。エミリー、生きてたのか？ああ、もうマイク。マットはどうした？今確認してるところ。怪物が追っかけてきたって言っててさ。ひどくやられてるな。エミリー、今の。え、今の誰かな？誰かな？ジェスじゃない。ジョッシュ、ジェス。じゃああれは誰なんだ？知るかよ。ジョッシュ以外の誰か。僕も行くよ。怪物かな？よし。怪物がノックするのかよ。まあ謎の男っていう選択肢もありますけどね。てか謎の男はいいやつなの？悪いやつなの？いいやつっぽいですよね。てか思ったけど、あ、いた、謎の男。提案する、要求する。まあいや、要求するで。銃は僕が持つよ。君はそのルックスで誰でもノックアウトできる。筋肉もほら。明らかに謎の男おるやん。僕が。まあ、そういうんなら、ほら、自分の足打つなよ。いいね。動画も撮ってくれる？明らかに謎の男おるやん。謎の男ってワシントン機に復讐しようとしたと人だと思うんですけど。クリス、撃てよ。あ、やめろ。あ、やべ、奪われた。どうぞ。間に合わなかった、マジで。みんな落ち着くんだ。いいからそっちに移動して行くんだ。ここに来た理由を話してやる。お前たちはこの山で危険にさらされている。謎の男。ここに戻ってきたのは間違いだ。去年の事件から何も学ばなかったのか？ハンナとベスのこと。関係ない人がどうしてそのこと。まさかあなた。バカな考えは捨てろ。俺の山にノコノコと勝手に入ってきたのはお前たちだ。あんたの山？ワシントン家がそれを聞いたらびっくりするだろうな。確かにこの山は俺のものではない。だがワシントン家のものでもない。この山はウェンディゴ。ウェンディゴなんだ。先住民かな。は？なんか先住民な気がする。ウェンディゴってなんだよ。話を聞こう。ああ、仕方ねえな。俺の話は一回限りだ。この人右目なんかおかしくない？かはお前らの右目見てないじゃん、この人たち。あ、この人。分け合って話したかった。言ってすっきりしたいんだ。ほら、やっぱり犯罪か何かをやらかしたんだろ。黙って、マイク。この山は呪われている。呪われている。呪いはこの山に宿っている。呪いの話かいな。何者かが共食いを行うと、ウェンディモの魂が解き放た。共食い。やべえ。何？まずは安全な場所に逃げ込め。地下なら安全かも。よし、なら今すぐそこに行って待ってろ。え、なんで？いつまで？夜明けまで。夜明けまで。俺、叫び声を聞いてジョッシュを置いてきた。どこに置いてきた？納屋に。もう命はないものと思い。マジかよ。マジかよ。ついさっきまで一緒にいたんだよ。ここではあっという間に状況が変わる。いや、
連れ戻してくる。何言ってるのクリス。僕の親友なのに僕はあいつを裏切ったんだ。でも裏切ったのはジョッシュの方、みんなのこともね。いいんだ、僕は助けに行く。親友なら俺も一緒に行こう。おお、頼もしい。単独行動は自殺行動ですよね。単独行動は自殺行為ですよね。他の者は地下室に向かい、じっとしてろ。急になんか SF チックになってきましたね。出てくるなよ。状況がどれだけ深刻か分かってないようだな。何を言われようと助けに行くよ。いや、助けるのは俺だ。お前はそれを手伝う。頼もしいな、その男。いい人でしたね、この人。まあ、戻ってこいってのは本当に意味深でしたね。あの前回エミリーが追われた時に待てじゃなくて戻ってこいっていうね、あれは助けてやるって意味だったんですね。で、まあ、この人多分おそらく新聞記事でワシントン家に殺したい相手にはこっちの方を向けるんだ。ショットガンの使い方ぐらい分かる。どうだかな。復讐したいみたいに言ってましたけど、どうしてさ。それはもしかしたらそうじゃないのかもしれないですね。生きて帰って。それよりもむしろロッジの建設計画が反対してたって言ってたじゃないですか、記事で。でそれが多分本当のことなんじゃないですか。建設計画が反対してたのはこの山が呪われてて、まあ、化け物がいるからこそ多分反対してたって、そういうことなんじゃないですかね、多分。注意事項とかある。よそ見をしないで俺に従うんだ。それでも SF ルートに入ったってことなのかな。ルート分岐次第で SF ルートがあるってことかな。奴らにこいつを何発撃ち込めば殺せるの。長い間撃つことになるが、銃では殺せないってこと。とか奴らって言ってたけど、何、一匹だけちゃうの。どうやって殺すのさ。奴らは火を嫌う。好きな奴なんている。火を怖がる。それに殺せる。だが最終手段だ。最終手段。奴らって何、複数なのね、やっぱり。あ、だから火炎放射器持ち歩いてたんや。でも殺人鬼ってのは今回いないかもしれないですね。架空の人物っていうか空想上というか、全部化け物の仕業っぽいですね。かもしれ、いや、わかんねえ、微妙だな。マットが死んだのはマジで、いや、どうだろう、微妙、わかんねえ。どんなパターンがあるの。狩りは夜にしか行わない。狩り、夜行性なんちゃう。てかハンナーもしくはジェシカが、ジェスが食われてる可能性ありますね。いや、食われた、もしくは食ってる可能性ありますね。いや、食われたかな、多分。それ多分ウェンディが出てきてるんでしょう、きっと。謎の男。頼もしすぎるぞ、この男、おっさん。てか思ったけど、このゲームのところどころ化け物みたいな声してたじゃないですか。であったり、火炎放射器が見えるシーンあったじゃないですか。それってのはおそらくこの謎の男がその化け物を多分駆逐してたんじゃないですか。そのだろうな、きっと。人間か人間だったとしたら、人間らしい部分は残ってたりするものなの。残る、やべえやべえやって、これさ、殺すのは正しいことなの。ていうのは絶対さ、これ仲間がウィンディングなプリやん。絶対これあれっすよ、仲間出てきますよこれ。絶対仲間出てきますよこれ。ジェスかマットか、もしくはハンナが多分絶対ウィンディングなってますよこれ。絶対便利になってますよ。さあ、ジョシ君は生きてるかな。開かない、こっちか。さあ、ジョシは生きてるか。いや、これでジョシ死んだらちょっと結構かわいそうですね、正直。いない。え、くそ、ここで何が。なんか血だまりがあるぞ。近くにいるはずだ。まずウェンディングは
お前を攻撃して動けなくする。それから体中の皮膚を。ひえー、グロすぎでしょ。グロすぎ。一枚ずつな。グロすぎだろ。お前に意識があるうちに。意識があるうちにかよ。ゆっくりと食らっている。グロすぎ。また一つ。じゃあロッチに。ああ、行こう。ああ、ちょっと死んじゃったよ。かわいそうに。これはね、ついていけばいいの？それとも戻ればいいのかな？あ、戻ることできるんや。あ、そんな。うわ、もう完全にこれ女子の血でしょ。もう結局女子くんも結構なかなか謎の人物でしたね。まあ頭おかしくなってる説とかいろいろありますけど、まあ、真相はいかにって感じですね。怖えー、こんなとこ一人で行くともう絶対怖すぎでしょ。さあ、なんかあるかな。もう謎の男を無視していろいろ探索してますけど、何かあるかな。なんか2階に行けましたよね、今右下。なんか2階に行くところあったような気がする。階段、あ、これか。これこれこれ。あ、じゃあ行けないか。行けねえや。じゃあ何も調べられないのかな。ん？行けない？ほら、カメラアングル固定だから本当わかんないんですよね。なんかありそうだけどな。なんかないかな。特になんもないか。じゃあいいや、戻ろう。まあ、正直ワシントン家の人はみんなかわいそうですよね。まあ、悲劇の人物とでも言うのか。お、なんか落ちてる。光ってるぞ。トーテムかな。トーテムっぽいな。来た、トーテム。さあ、何を映す。悲劇のトーテム。今アシュリーっぽかったっすね。え、てかトーテムさ、まだ全然格闘しないんだけど、半分ぐらいやん、まだ。悲劇のトーテム。バタフライエフェクト。ん？エミリーは噛まれた。あれ？噛まれたっけ？あ、これ2つで対になってるんだ。バタフライエフェクトが。へえ、なるほどね。で、残すバタフライエフェクトは、とりあえず3つなんかな。3つっぽいですね。エミリーはフレアガンを放った。マットは防衛手段を持っていなかった。あ、やっぱりな。こうマットがあの死亡するとき、引きずられたじゃないですか。で、そのときなんか、服から何か出そうとしてましたけど、結局何も出せずじまいで、で、そのまま死にましたよね。で、あのとき僕思ったんですけど、もしあのフレアガンを、そう、ちょうどあのマットに渡すかどうかっていう選択肢あったんですけど、その時にマットに渡してたら、多分あの場面でフレアガンを撃ってたんでしょうね。で、フレアガンってやっぱ火なんで弱点じゃないですか、怪物の。だからそれ助かったんでしょうね。それマットが助かるルートもあったはずですね、間違いなく。そう考えると、はあ、面白いゲームだなこれ。ほんといや、マジ面白い。これ久しぶりにマジ面白いな、このゲーム。これ僕の中でかなり評価高いですよ、このゲーム。まあ、まだ途中ですけど。うっ、動くな。唐突すぎでしょ。動くな。静かに。なんか見えんの。え、動いてないって。今動いてねえよ。え、待って、動いてないんですけど。おお、いたいたいた、マジでいた。
え、まず僕な何もしないんですけど今。え、あ、謎の男死んだ。終わった終わった、や、やべえ、終わった。おい、ショットガンな、謎の男死んだ。な、謎のおっさん死んだ。やべえ、謎のおっさんが何者だったか聞き分かってねえぞ。お、結構長いな時間。意外と長かったっすね。 QT の方がよっぽど短いぞ制限時間。あ、足を、ドン。何このシューティングゲーム、弾なくなっちゃうでしょ。なんか今右側にもなんかまとわりましたね。鍵閉めろ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 。え、謎のとこ死んだ、謎のとこ死んじゃったよ。え、なんか引きずられてんだけど、誰、ジョッシュ、ジョッシュジョッシュ。ジョッシュ死んだ。よかった無事でよかった。何があったの。上はまずいことになってる。まずいなんてもんじゃない。クリス、火炎放射器の人は。火炎放射器の人、どんな言い方だよ。怪物が彼を僕の目の前で引き裂いたんだ。そんな、めっちゃ心強い人だったのに。これで全部、確かか。何を探してるの。違う出口だマイク、それはやめた方がいいと思うけど、ここで待っていた方がマシ。少なくとも夜明けまで、ここなら安全なんだし。ああそうか、奴らへのプレゼントとしてクリスマスの朝に引き裂かれるのを待つってのか。誰かが助けに来る、朝にはね。自信なさげだな。絶対に来るんだってば、でしょ。ええ、もちろん、多分。あ、天気次第って言ってましたね。俺は行く。マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら持ってるはずだ。ジョッシュ、いつもの手口さ。あ、そう。ジョッシュがもう食われてたとしたら、あとは絶望だけだ。食われてましたね、ジョッシュ。いや、まだ食われてはないか。炭鉱の中に連れ込んだのかも。何？炭鉱で恐ろしいものを見たの。あそこは奴らの巣になってる。それに、は？エミリー？は？何？もういい。鍵を取ってくる。奴らの寝室からな。そしたらみんなでここを脱出しよう。どうしたんだろう。何なのそれ？これはあのおじさんの本。それは地図か。おじさんの本。いろいろと準備してたんだね。どうかな。何なのここ。はあ、マジかよ。ちょっと何なの。俺そこにいたんだ。最悪だった。そうなの。生き残りもいたけど、15人が命を落とした。15人。ある記者がこの事件を調べているうちに何かの陰謀を嗅ぎつけたらしい。あ、なんか別の事件の話か。資料によると危険と知りながら作業員たちを働かせたみたいだ。とにかくどうやってここから抜け出すか考えるのが先なんじゃないの。俺はただここがどれだけヤバいか伝えたかったんだ。おかしいといえば、ロッジから療養所がトンネルでつながってるのよ。ほら、ロッジから療養所。俺もそこを通った。私もそこにいた時に見たわ。やつらの巣になってる。エミリー、噛まれてる。これって、あ、これ何なの。噛まれてる。アシリー、噛まれてる。何でもないよ。ただ噛まれただけ。噛まれた。何噛まれたの。そのウェンディゴに。噛まれたんや。平気よ。信じて。大したことないから大丈夫。え、これね、ゾンビみたいに感染すんの？ないし、本当にその。感染すんのかな？大したことないから。感染すんのかな？そいつに噛まれたんだ。ええ、言いたいことは分かってる。大丈夫だから。本当に？本当よ。エミリー、傷を見せてよ。エミリー、ウェンディゴに噛まれたんなら。変身する可能性もあるんじゃ。変身する可能性。ウェンディゴに変身しちゃう原因をあの人言ってたじゃない。待って、そうなの。うん、噛まれてもなるに決まってる。そしたら私たちだって襲われるのよ。でもどうしたらいいの。ここにいちゃダメだ。は？マイク。出て行ってくれ。
ちょっと冗談でしょ。君のせいで俺たち全員が危ない。そんなわけないでしょ。エミリー、ここから出ていくんだ。マイク、頭を冷やして。そうなる確証はないのよ。ただ噛まれただけだし。優しいサムちゃん。恐ろしい奴らだ。もう二度と見たくない。何なのこれね。どういうこと。急にウェンディゴゲーになりましたね。出口はここだ。今回初めてウェンディゴって名前が出てたけど、今のうちに出て行ってくれ。本当ウェンディゴゲーになりましたね。これなら私が死んでも平気ってわけね。なんたって外にはウェンディゴがいて、私を八つ裂きにするのを待ち構えてるから。ああ、もううんざり、早く出てってウェンディゴゲーだった。ここから出てって。かわいそう。エミリー、分かった。ちょっとマイク、落ち着いて。私を撃つっていうの、マイクね。この部屋は安全であるべきだ。やめて。エミリーがいると俺たちが危ない。危ないんだ。もうこんなことしないで。かわいそう。本当にすまない。え、マジ。いや、歌へんよ、さすがに。さすがに歌へんよ。さすがに歌ないよ、僕は。それにはできない。おお、バタフライエフェクト更新。あ、でもだってこれ、あとあとさ、これでさ、アシュリー、あ、違う、エミリーが化けて襲われる可能性ありますよね。目を離すなよ。少しでも妙な動きをしたら。分かってるな。え、急にウェンディーの爆弾怖えよ。ここにいてくれ。怖すぎでしょ。いいな、外は危険だから。すぐに戻る。いや、マイクがもう一番ね、頼りになりますよね、この中で。謎の男がさ、出てきてから死ぬまで早くね。退場するの早くね。あの、なんか手慣れてるかってさ、ね、謎の男なら大丈夫だろみたいに、そんなんだ、歴戦の猛者というかさ。私たちを助けてくれるって思ったのに。火炎放射器の人、これでもうおしまいね。火炎放射器の人が死ぬのって基地路線なのかな。自力で切り抜けようよ。アシュリー、ホテルアート、4時51分。割ともうすぐやん。夜明け。ウェンディゴを狩ろうとする者は少ない。奴らを制御できているのは私だけだ。忠告に従わなければ。早いよ、終わんの。もうちょっと満たして。忠告に従わなければ、死が待つのみ。そして死者は出続けるだろう。ウェンディゴを制御しなければならない。ウェンディゴは共食いによって生まれる。冬の嵐に見舞われ、人は上に苦しむ。幾日にもわたり食べ物を口にせず弱る者たちはやがてウェンディゴの精霊の餌食となる。たとえ屈強なものであっても退けることはできない。たとえ共に過ごした仲間であってもウェンディゴは躊躇なコースにかかり、その肉を食べ尽くす。私は直にこの過程を目撃した。耐え難い飢えが体を蝕み変化が始まる。最初は目が白く濁り、歯が伸び牙となる。体も大きく、皮も骨に沿って伸びてくる。この山にはその昔ある部族が住んでいた。クリー族。一族のシャーマンは長身の生き物。長身の生き物、氷の獣について語る。一族は山とそこに住まう全ての動物たちに敬意を払っていた。山はクリー族にとって神聖な存在となっていった。そしてまた動物たちもしかり。クリー族は山の動物たちを殺めることは縁起が悪いとし、他の場所で狩りを行った。1893年、炭鉱作業員たちがやってきた。彼らは鈴と、後にラジウムの痕跡を発見する。こうして彼らは山の奥深くへと掘り進んでいった。クリー族は山が悲鳴を上げ、死者の魂が解き放たれたという。ベンディゴの目は鋭く、色もかすんでいく。ベンディゴが動くものを視野に捉える。ベンディゴは人間が突然変異したものって書いてあるよ。狙った獲物を完璧に真似る方法を心得てるって。ノーリアクション。ウェンディゴは動くものを視野に捉える。鷹のように狩ることに長けている。だが止まっているものを見ることはできない。じっと動かずにいればウェンディゴから隠れることができるだろう。ウェンディゴの皮と肉は鎧のように硬い。痛みを感じる様子もない。切るのも刺すのも無駄な努力だ。銃弾でさえもあの硬い皮を破ることはできないが、ショットガンであればひるませることができる。ウェンディゴの元は人間のため、人間の狩り方を心得ている。その獲物を完璧に真似ることも確認された。常に自制心を持って行動するといいだろう。ウェンディゴを6体殺した。刃物や銃弾で奴らを殺すことはできない。火炎放射器を使うといいだろう。
武器としては最も効果的だ。火は奴らを包み、皮を燃やし衰弱させる。だがなるべく殺さないことだ。ペンディゴの殺傷は最終手段。肉体は死んでも、その魂は放たれ、地をさまよい続ける。私は奴らを閉じ込めた。罠や炎を駆使し、檻の中に押し込めた。罠にはすでに亡き者たちを餌として仕掛けた。山にはびこる怪物どもを一匹また一匹と捕まえていった。身を守る方法はあるのかもしれない。シャーマンは儀式について記していた。山で先住民のアーティファクトを見つけ、複製したトーテム。たくさんの薬草と羽、構図も複製し、テストもしてみた。山ではうまくいきようだ。便利を寄せつけない。完全にではないが十分だ。だが建物の中では効き目がないようだ。クリー族の伝承では、ウェンディゴは他のウェンディゴを噛むことで成長する。だが噛まれても害はない。私も噛まれたことはあるが、変異しなかった。変異するには他のものの肉を食らうほかない。あ、噛まれても害はないって書いてありますね。あ、じゃあ大丈夫じゃん、エミリー。大丈夫やん。大丈夫でしたね。ああ、もうそんな嘘でしょ。なんて書いてあったの？噛まれても害はない。噛まれても害はない。隠す、安心させる。怖えよ。待って。このアシュリーの顔怖くない？にらんでない。まあ、いや、安心させるで。これによると。噛まれても害はない。ウェンディゴに噛まれたとしても感染しないって。何も影響はないみたい。え、ちょっと見せて。ごめん、なんて言ったの？エミリー、消える。感染しないって。なんですって。もう大丈夫だから。大丈夫？マイクに打たれかけたのにどこが？この女はけしかけてたし。ええ、仕方ないよ、怯えてたんだし。怯えてたのは私の方。ごめんね、エミリー。本当に何が起こるかわからなかったの。誰もわからなかった。あんたね、言い訳するつもり？言い訳なんてできないから。お願い、分かってよ。絶対に許さないからね、アシュリー。ごめん。本当にギスギスしすぎだろ。嘘、生き残れんのかこれ。ああ、まずいよ。え、何まずいって何が。今すぐ。え、マイク、だクリス怪我してない？クリス怪我してないですか？なんてことだ、ジョシュア。なんだ、しでかしたことで人が死んだ。どこだよこれ。私にはわからないのだよ。どこだよこれ。死に追いやるイベントを進んで仕掛け続けることも、誰かのことを助けることすらできずに、ただ悲劇を見届け続けることも。どここれ。君は覚えているか。妹たちを見殺しにしたこと。見殺し？しなかっただろう。その自己中心的な恐怖心のせいで真の脅威を察知できなかった。ドクターヒルもなんか怪我してないか。いつも君が中心なんだ。ジョシュだ。これ時間でいつなんだろうな。まずい方向に進んだ。妹たちにも友人にも見捨てられたんだよ。孤独の冷たさというものを感じているのか。これ空想の世界なんかな。何なんだろう。君が嫌っているのは自分だろう。自分でもそう言っただろう。血だらけやんこの人も。気づけられた。誰も気づけてない。誰も気づけてない。ああ、でも君はそうした。友達だったというのに君は彼らを騙し、恐怖のどん底に落とし入れたんだ。ただのゲームだった。後悔している。ただのゲームだった。ただのゲーム。そのただのゲームが君を最大の恐怖に落とし入れたんだよ、ジョシュア。孤独というね。なんかジョシュアもなんかかわいそうになって、なってきますね、見てて。無事でよかった。ねえ、何があったの？上はまずいことになってる。いない。遅すぎたんだ。静かに。
その彼は待て動くな。いやこれアルバメマジ僕動いてないです、動いてないですよマジで。てかアルバメでよくクリス生き延びたよな。違う出口だ。マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。クリスアルバメで生き残ったって相当すごいですよね。エミリー、何なのそれ。炭鉱の中に連れ込んだのかも。ねえ、これってこの部屋は安全であるべきだ。まあ、エミリーが生き延びたのもすごいすごいですよね。何の武器もないし。正しい選択ね。正しい選択。目を離すなよ。すぐに戻る。こマイクどこ行ったんだろう。旧運命。夜明けまで2時間。っていうなんか衝撃の展開が、衝撃の超展開続いてますけど、めっちゃ先気になりますけど、とりあえず今回は切り替えんで、ここまでしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。